大田原一世は、下野大田原藩の、第十四代の藩主。文久元年10月8日、第十三代藩主、大田原富清の長男として生まれる。文久2年に、父が死去したため、家督を継いだ。慶応4年からの母親戦争では、藩は新政府に教順し、明治元年10月21日に一世は、樹語位した、日高見に、ジョイ、任官する。 明治2年6月、藩籍奉還により、大田原藩知事に任じられ、同時に、母親戦争の功績により御占領を与えられた。藩籍奉還の後住居を移転した。明治4年7月15日の廃藩知県で、藩知事を面官される。慶応義塾を経て、明治17年の家族例で、同年7月8日に死釈を除釈した。 明治20年12月に、生後位に賞女する。明治32年7月28日、貴族院支者区議員補欠選挙で当選し、大正7年7月9日まで在任。樋口一葉の、日曜百科全書通続書館文の関東には、大田原一世の筆による書が掲載されている。1923年5月5日に隠居した。 昭和5年10月28日に死去した。去年70。1921年に次男が停留所嵐の常習犯として上野駅で逮捕されている。ありがとうございます。